金平梅。あいてててて。ボノボンクラ、ブダイの女房の色目に引っかかってどうすんのよ。さっさと仕事に行きなさい。ふん、あんなかぼちゃ亭主、こっちから願い下げよう。この女の名は范金蓮。幼少の頃、貧しさから義母に金持ちの長家に売られ、器量の良いのと色ごとに長けて当主の妾になったところまではまだ良かったが、生来の色づきと気の強さが仇となり、本妻に追い出され、無理やり虫持ち売りの武代のもとに嫁がされた。なんで私がここでスイカの種なんかかじってなきゃならないのかしら。世の中間違ってるわ。相変わらずしどけない格好だね、奥さん。オーバー、お茶屋のケーキはどう？さっぱりさ、世知辛い世の中だね。息子の勤め口も見つからないし、どっかに大金が転がり込んでくるようなうまい話はないかね。それはこっちのセリフよ。私にもおいしい話があったらちょうだいな。わかってるよ、奥さん好みの金持ちの旦那がいたらね。お願いね、私はあんな亭主の女房で終わる気はないんだから。金蓮、金蓮、大変だ。ああ、その不細工な亭主が戻ってきたわ。どうしたのさ、ずいぶん早いじゃないの。虫持ちは売れたの？それどころじゃないよ。弟の武将が虎を退治してな、大手柄を立てて戻ってきたんだ。弟？あんたに弟なんていたの？ああ、明日この村に来るんだ。しばらくうちに泊まらせても構わないか？あいつは俺と違って腕っぷしが強いんだ。もう何年も会ってない。懐かしいな。弟ね、若い男がうちに来るのは嬉しいけど、武代の弟じゃたかが知れてるわ。おお、武将、よく来てくれた。会いたかったよ、兄さん。俺、女房をもらったんだ。金蓮、弟の武将だよ。はじめまして。さあさあどうぞ、今お酒を持ってまいりますわ。武将、兄とは似ても似つかない、なんて素敵な方。こんにちは、奥さん。ずいぶん機嫌がいいね。さては、いい男を見つけたね。わかる？こんなにときめいたのは久しぶりよ。きっとあの人が私の運命の人だわ。奥さんはつくづく業の深い方だね。まあお帰りなさい、武将さん。兄さんはまだ帰ってないんですか？ええ、きっとまだ今日の分の虫持ちが売れないんでしょう。お疲れでしょ。今お酒をお持ちしますわ。結構です、部屋に戻りますから。あら、そういう武骨なところは兄弟で似てるわね。姉さん、何のつもりです？無粋な方ね、わからないの？私はあなたを一目で。何するの？こんなこと、とても真面目な兄には言えない。今夜限り、私はここを出て行きます。どうして？私はあなたが好きよ。だからあなたに抱かれたいわ。それがどうしていけないことなの？二度とあなたとは会いたくない。何よ、何よ、武骨者。やっぱり武代の弟だわ。女の私がここまで言っているのに。なあ、どうして武将は急に出て行ったりしたんだろう。知らないわ、そんなこと。何をそんなにイライラしてるんだ。うるさいわね。さっさと虫持ちを売りに行きなさいよ。おじちゃん。おお、うんか。梨売りかい？うん。町まで行くんだろ。一緒に行くか。うん。
武将は本当に家を出たまま戻らない。あんなにひどく私を拒絶するなんて最低だわ。このまま私は武大の女房として年を取っていくしかないんだろうか。そしてしわくちゃのおばあさんになって、誰からも見向きもされなくなって、やがてなんて虚しいんだろう。まるでこのスイカの種みたい。水を下げなきゃ。申し訳ありま。いえ、こちらこそ失礼を。おや、まあどこの旦那でしょう。こんな軒下をお通りになって、ちょうどうまい具合にぶたれなすったね。そうではない、こちらの粗相だ。申し訳ないことをしました。では。どちらの旦那様だろう。この辺りでは見かけない。ああ、あんなに何度も振り返りなさる。天のご縁があったなら、あの方と夫婦になりたかった。お茶を一杯飲ませてもらえるか。これはこれは旦那様、こんなむさ苦しい店によくおいでになられました。さあさあどうぞ中へ。私が誰か知っているのか。もちろんですとも。正門家の二代目正門慶様でございましょう。この辺りで正門家の二代目のお顔を知らないのは、さっき旦那様がお会いした女房ぐらいでございますよ。誰の女房だ。はてどなたでしょうね。お茶代だ。さすがは旦那様、話がお分かりだ。あれは虫持ち屋の武大の女房。武大の。それは驚きだな。そうでございましょう。まさに見事な羊肉が犬にさらわれた感じで。あの奥方に話をつけてくれないか。奥さん奥さん。なあに大婆、実は頼みがありまして。仕立て物を引き受けてはくださらんかね。仕立て物？私は今そんな気分じゃないの。昼間あった旦那様のお召し物でもかい。何ですって。ねえ、あの方はどなたなの。教えて教えて。落ち着いて奥さん。あの方は正門慶様。この辺りでは知らぬもののない薬の豪商で、提携所の副長官を兼ねた正門家、そこの二代目の旦那様さ。まあ噂には聞いていたけど奥さんは出歩くことはないからね。大婆、そうそう渡りをつけて、あの方に会いに行くわ。焦ってはダメだよ奥さん。奥さんの悪い癖だ。好きになるとちょとつのように突っ走りなさる。大婆、いいですか。正門の旦那はその辺のかぼちゃ男とは違うんですよ。あのいでたちをご覧になったでしょ。女物の帽子にあで姿、色ごとには長じたお方。お茶や遊びはのみならず、めかけたちも最上の女。普通の手合いではすぐ飽きられちまう。どうすればいいの。私に任せてくれませんかね。お互いいい思いしましょうよ。見事な布だね。どこのうちの仕立て物だい。知らない、大婆に頼まれたんだ。少しでも家計の足しになるかと思ってね。そうかい、悪いね金蓮。大婆いるかい。よく来てくれたね。奥の部屋にいらしてるよ。うまくやるんだよ。これはいつぞやの。あなたが仕立ててくださるとは。半金蓮と申します。こちらの奥方は裁縫にも長けているし、芸事にも通じていらっしゃる。その上この器量だ。こんな人が旦那様のお宅にいらっしゃいますか。いや、こんな麗しい目かけはいないよ。では奥さん、私はちょっと用事で出ます。
しばらく旦那さんのお酒の相手をしていてくださいな。お酒は飲めますか？お付き合い願えませんか？いえ、私はお酒は。いいじゃないですか。さあ。はい。この方は舞台とは全然違う。優しい物腰、粋な会話。こんな方と夫婦になれたら。酔いましたか？少し。酔ったあなたは桃の花のように愛らしい。旦那様。あ、旦那様。思った通りだ。透けるような肌、そしてこの小さな足。夢中になりそうだよ、金蓮。金蓮は御簾の陰から道行く男に口説かれては来たものの、こうして他の男と肌を合わせるのは舞台に嫁いでから初めてのこと。たちまち正門の支柱に落ちて大葉の茶屋で声を上げる。ただいま戻りましたよ、大葉。おやおや、お楽しみの最中だったようですね。無粋だぞ、大葉。ああ、申し訳ありません。ただね、奥さんは一応は舞台の女房。こんな不義が舞台に知れたら怒るでしょうね。大葉、今さら何を。金蓮、大葉、お前の息子、職を探していると言ったな。提携所でいい仕事を紹介させるが、どうだ。ええ、さすが正門様、分かっていらっしゃる。これから二人でお会いするのはこの茶屋をお使いください。もちろん誰にもしゃべりませんよ。ひどいわ、大葉。お膳立てしたのはお前じゃない。世の中持ちつ持たれつですよ、奥さん。奥さんは正門の旦那と相引きしたい。私は正門の旦那からお金が欲しい。だからお助けしますよ、これからもね。最近舞台の女房は姿を見せないね。あんなに色狂いだったのに、ようやっと落ち着いたのかな。こうして金蓮は正門ケイトの成就にはまり込んでいきました。そして正門も、二人は離れられぬ仲となっていきました。舞台のおじさん、舞台のおじさん。どうした、うんか。大変だよ、おじさんとこの奥さん。正門ケイト、大葉の茶屋で。出てこい、金蓮。ここに正門ケイトいるのは分かってるんだ。出てこないならこっちから行くぞ。旦那様。裏口からお逃げ。つまらん言いがかりはやめてほしいね。お前だな、金蓮を寝取ったのは。殺してやる。ガオガオ。待て、どこへ行く。正門のところか。お前は俺を何もできない男と鷹をくくっているだろう。だがな、弟の武将がお前たちのことを知ったら、あいつはお前を殺すぞ。舞台がそんなこと。旦那様、私もあんな男と一緒に暮らすのは嫌。旦那様と添い遂げたい。私もだよ、金蓮。しかし弟の武将は名打ての豪の者。敵に回すと厄介だ。私にいい考えがございますよ。それには品物が一ついるんだけど、うまいことに薬屋の正門様のうちにあるんですよ。お、なんだ。ヒソでございます。ヒソ。舞台を殺すのか。はい、舞台は今胸を痛めて苦しんでます。奥さんが妙薬と偽ってそれを飲ませればいい。どうです、奥さん。
ブダイを殺す。近年、私はお前と添い遂げたい。旦那様。幸いうちは提携所の副長官だ。後のことは私がうまくやる。奥さん、こんなことわざをご存知ですか？小さい時の嫁入りは親任せ、二度目の嫁入りは自分から。ねえ奥さん、あんたは虫持ち屋の女房で一生終わりたいんですかい？薬だよ。とてもよく効くって、あんたのために買ってきたんだよ。金蓮。何を飲ませた？金蓮。離して。私の足はこんな男に捕まえられるためにあるんじゃない。小さな足だな。美人の証拠だ。ねえ奥さん、あんたは虫持ち屋の女房で一生終わりたいんですかい？それとも、お前なんか死んでしまえ！私は自分で望んだ将来をつかむわ。掴んでみせる。よくやったね、金蓮。旦那様。あとは私がうまくやる。しばらく離れていよう。半年経ったら迎えに来る。はい、これで私は正門慶の妻になる。世話になったな、大婆。十分楽しませてもらったよ。それから半年後。大婆、旦那様から何か連絡はないのかい？もう半年何の音沙汰もないんだよ。いくらこっちからことづてを頼んでも、正門家からは門前払いだよ。一体旦那様に何があったのか。奥さん、こんなことは言いたくなかったけど、小耳に挟んだとこによるとね、正門の旦那は玉露という女を屋敷に迎えて、甘い新婚気分でいるそうだよ。相手はあの正門慶だ。泣かされた女は数知れないよ。奥さんも大変な男に惚れちまったもんだね。まさか私はもう後戻りはできないのに。迎えに来たよ、金蓮。何ですのこのセンスは。あ、他の女の匂いがする。こんなもの。ひどいな、金蓮。せっかく迎えに来たのに。ひどいのはそっちよ。待ってたのに。私ずっと待ってたのに。悪かったね。奥さん、あんたも大変な男に惚れちまったね。そう、大変な男だ。でもこの男は私が掴んだ運命。絶対に離さない。その年、反金蓮は正門慶のもとに嫁ぎ、彼の第五夫人となる。彼女の波乱の人生の幕開けであった。
ほらごらんよ、とうとう藩金蓮が正門家に嫁ぐらしいよ。見事な車だね。だって正門家だもの。亭主の門が開けた途端にこれだもんね。だいたい武大が死んだのだっておかしいよ、あんなに急に。絶対あんたたち余計なことは考えない方がいいよ。この町で正門家に逆らったらどうなるか分かってるだろ。こうして藩金蓮は首尾よく正門家に嫁いだのでした。まあ素晴らしいわ。金蓮のために特別に用意させたんだ。気に入ったかい？ええ、もちろんですわ。嬉しいです旦那様。少女を2人用意した。春梅に秀菊。よろしくお願いします。します。よろしくね。ここで舞を旦那様をお迎えできるなんて夢のよう。もう誰も邪魔する者はいないよ旦那様。秀菊、ほらちゃんと気を利かせなきゃダメよ。そして藩金蓮と正門慶の愛欲に溺れた日々が始まったのです。奥方様方、新しく醍醐夫人としてこちらにお世話になることになりました藩金蓮でございます。顔を上げなさい藩金蓮。はい。かわいい方ね。旦那様が夢中になるのも無理はない。正妻ご月女。ほんとかわいらしいわね。第二夫人李教授、正門家の会計を受け持つ。第三夫人毛玉楼。よろしくね。第四夫人孫節が厨房を受け持つ。みんなで仲良くやっていきましょうね。夫人たちを仕切っているのはやはり正妻のご月女。この人に取り入るのが一番ね。私はしばらく金蓮のところに泊まる。いいね。どうぞお好きに。ずいぶん早い時間に身支度だな。当たり前です。朝一番に大奥様に挨拶に行かなくちゃ。そうか、お前がいないなら私も出かけるとしよう。またお仲間の方々とですか？連中は私がいないと何もできないんだよ。わかりました。でも夜には必ず私のところへ帰ってきてくださいね。わかってるよ。金蓮を迎えたとはいえ宝刀三昧の正門慶、おとり巻きを引き連れて毎日派手な狂わがよい。それもすべて正門家の権力と財力があってこそ。二人とも大奥様のところへ行くわよ。まあ金蓮、今日も来てくれたの？ええ、もちろんですわ。どうぞ何なりとご用を申し付けてください。お前は本当に気が利く子だね。大奥様さえ味方につければこのうちで怖いものはないわ。ずいぶん取り入るのがお上手ね。まあお姉様ったら何のことかしら。邪魔な亭主を殺して旦那様のところに来た方はさすがに違うわね。ゲスな人は考え方もゲスだこと。何ですって？もう一度言ってみなさいよ。目ぶた。言ったわね。目ぶたはそっちでしょ。おやめなさい。二人ともおやめなさい。みっともない。大奥様、リネー様がひどいことをおっしゃるの。教授、あなたはもっと賢明な人だったはずよ。大奥様、悔しい。あんな女に災難だったわね。大奥様は最近ずっとあんな調子よ。なんでもあの女の味方なの。あの女、旦那様も大奥様も丸め込んでいい気になっているのよ。要領よく立ち回る金蓮は次第に横柄な振る舞いをするようになり、他の夫人たちの不満や恨みを買い始めていました。今夜の布団は銀の主寸にしてね。こう炊き込むのも忘れずに。はい奥様。秀菊、
お前は何をしてもとろいわね。申し訳ありません。襲撃はおっとりしてるんです。その分私がやりますから。お前はテキパキして気が利くね。私にそっくりだわ。いつか私も奥様のように素敵な旦那様にお越し入れするのが夢なんです。そうよ春梅、女に生まれたからにはそうでなくちゃ。旦那様。あらあら、あの子ったら。こうしてしばらくの間、金蓮の望み通り正門との情欲の日々が続きました。ところが二月も過ぎた頃には。どうして旦那様は帰ってこないの？一体どこの女と会っているのよ。これでもう一週間も私のところにいらしてくださらないのよ。でも奥様、旦那様は一月くらい留守になさるのは当たり前で。分かった風な口を聞くんじゃないよ。奥様、いくら車遊びが好きとはいえ、どこの女に引っかかっているのかしら。なんとかまた私だけに振り向いていただかなくては。何か面白いこと、旦那様の気を私に向けさせるような、何か刺激になるような。そうだわ。奥様、奥様、旦那様がお戻りに。では私はこれで。お待ち春梅、今宵は私たちと夜を過ごすのよ春梅。奥様。その娘はどうしたんだい金蓮。この子ね、私たちのこと羨ましくて覗き見してたの。とってもいけない子だからお仕置きしてたのよ。おやおや、この子にはまだ旦那様がいないのかい。ええ、かわいそうでしょ。私たちで慰めてあげるのはどうかしら。それはいい考えだね金蓮。その夜から再び正門は金蓮のもとに帰ってくるようになりました。そしていつしか春梅も加わり、三人はみだらな夜を貪っていたのでした。襲撃じゃないか、そんなところでどうしたの。泣いてるの？何かあったのなら話してごらん。節子様、実は。春梅、旦那様が朝のおかゆをご所望よ。厨房に行ってもらってきておくれ。私がですか？襲撃はもたもたしているからね。お前が行った方が話が早い。はあ、わかりました。あの節子様、おかゆを一つ大至急。やたらに男をくわえ込む目豚たちに食べさせる餌なんてないわ。どういう意味です？あらあら、耳まで赤くなって。子供だと思ってたけど、男を喜ばすことは一人前なのね。どうしたの春梅？節子様がバカにしたんです。私と奥様が目豚だって。なんですって？お聞きになりました？節子姉様、なんてひどい。仕方ないな。旦那様、そんなに私の食事を作るのが嫌か。いいえ、いいえ、違います。節子姉様は旦那様がお相手してくださらないから私に嫌がらせしてるんですわ。失礼ね、どうして私があんたなんかに。うん、痛い。やめないか節子。旦那様。武将だ、武将が帰ってきたぞ。ああ、何事も起こらなければいいが。兄さん、俺だ、開けてくれ。いないのか兄さん。うるさいね、その家は空き家だよ。武将。待て、空き家とはどういうことだ。兄さんはどこに行った。武大は死んだよ、去年病気で開けなくね。兄さんが死んだだと？そんなバカなことがあってたまるか。知らないよ、私は何も知らない。姉さんは他の町の男に嫁いでったよ。その後のことは知らないよ。
俺も何も知らない。俺も知らないよ。おかしい。なぜみんな口をつぐむ。名士を焼いて呼びかけると死者の魂が現れるという。兄さん、まだそんなに遠くへは行っていないだろう。何か言いたいことがあったら出てきてくれ。もしも誰かに殺されたのなら俺が恨みを晴らす。だから答えてくれ兄さん。ダメか。武将、武将。兄さん、苦しい。武将、助けてくれ。俺は死にたくない。兄さん。兄さんは絶対に病気で死んだんじゃない。やはり兄さんは誰かに。まだ旦那様はお戻りにならないの？はい。せっかく春梅を使って引き止めたと思ったのに、他の奥方の部屋にも行っていないはずだし、一体どこの女なの？旦那様をこんなにも捕らえることができる女。どうぞ旦那様、姉さんは例の部屋でお待ちです。いつも悪いな。例だ、取っておけ。いつもすみませんね。すごいね、リケイソ姉さん。あの正門の旦那様が姉さんに夢中だよ。当たり前よ。他に何人目かけがいようと構やしない。私は必ず正門の旦那様に水揚げしてもらうんだから。おしろいをはたき、紅を引き、髪に保養を刺して身支度を整え、正門家の門の前で、藩金蓮は今日も朝から正門家への帰りを待っている。奥様、もう夕方です。部屋にお戻りになられては？いやよ、旦那様がお帰りになったら、私が一番にお迎えするんだから。でも、旦那様はここ一月ほどずっとお戻りには。うるさいわね。せっかく待っているのに気をそぐようなこと言うんじゃないわ。申し訳ありません。それにしても誰のところに行ってるのかしら。私をこんなに放っておくなんて許せないわ。どこの女なのか探し出さなくては。お前が李教授の姪だなんて驚いたよ、李慶祖。私もよ、旦那様。姉さんが旦那様に嫁いだ頃、私まだ子供だったでしょ。その時とても羨ましかったの。だからこうしていられるなんて夢のよう。でも今の私は女郎でしょ。旦那様以外の男にもこんなことしてあげなくちゃいけないの。それってすごくつらいわ。わかったよ、ケイソ。私がお前を水揚げしてやろう。嬉しい、旦那様。これでやっと郭を離れられる。母さんが病で倒れて泣く泣く売られてきたのよ。どうあってもこの男を離すもんか。絶対旦那様に水揚げしてもらうんだから。李教授様宛てに啓祖姉さんからお手紙を預かってきました。啓祖から？まあ久しぶりだこと。わかりました。ケイソには何でも協力すると伝えておくれ。はい、ありがとうございます。旦那様がリケイソを水揚げ、これは使えるかもしれない。金蓮に一泡吹かせてやれるかもしれないわ。なんてことなの。今日も旦那様は帰ってこないじゃないの。一体旦那様はどこに行ったのよ。誰か知らないの？何よ。もしかしたら旦那様付きの金堂なら何か知ってるかもしれません。金堂？どこにいるの？でも金堂はとても口が固くて、とても旦那様の行き先を喋るとは思えないんですが。そんなもの、私が喋らせてみせるわ。金堂、旦那様に頼まれていた荷物だ。いつものように届けておくれ。
わかりました。その荷物、旦那様のもとに持っていくんでしょ？はい。旦那様はどこにいらっしゃるの？申し訳ありません。お許しを。待って。では、手紙だけでも旦那様のところに届けてはもらえない？他の奥方様は平気かもしれない。でも私には旦那様のお留守が耐えられない。どうか手紙だけでも。わかりました。手紙はお預かりします。ありがとう、金堂。奥様。胸が苦しくて、このところ旦那様のことが心配で、ろくに眠れなかったから。いけません。すぐに人を呼んできます。いいのよ。それより、私の胸をさすっておくれ。そうすればきっと良くなるわ。お願い。お願い、金堂。もっと下もさすっておくれ。旦那様がいらっしゃらなくて、寂しくて苦しいの。真っ赤になって可愛いこと。こんな子の相手なら悪くないわね。奥様。あ、金堂、誰かに見られたらいけないわ。茂みの中へ。旦那様もひどい方だ。こんな奥様を置いて、あんな狂わの女のところへ行くなって。狂わ？リケイソという若い生意気な女です。リケイソ。一方、セイモンはリケイソを水揚げし、ケイソの実家で甘い生活を送っていました。どちらの奥方様からの手紙です？ずいぶん嬉しそうですわね。見せてくださいね。大したものじゃない。嘘。ケイソ、私のことだけ考えてくれなきゃ。いや、近年のことなんて考えないで。お前のことだけ考えてるよ。じゃあ証拠を見せて。証拠？その手紙を書いた近年の紙を一房私にちょうだい。そうしてくれなきゃ、もう私を抱かせてあげない。うん、しょうがないな。李教授様、旦那様が今夜戻ってくるとケイソさんから伝言が。金蓮は？はい、今夜も金堂と。そう、途中まで旦那様をお迎えに行って金蓮の部屋までお送りしなさい。金堂。奥様、一度奥様を抱いた時からもう奥様のことが忘れられない。私もよ、金堂。お前だけが旦那様のいない心の隙間を埋めてくれる。奥様。旦那様。お前に裏切られるとは思わなかったよ、金蓮。いやー、お許しください、旦那様。旦那様。一体どうしたの？教授様、奥様が金堂との不義が旦那様に見つかって、旦那様がお仕置きを。あらあら。金蓮、もう二度としないな。その証拠にお前の髪を一房もらうぞ。嬉しい。これが金蓮の髪。ありがとう、旦那様。私のこと好きにしていいわよ。金蓮、あんたの髪を靴底に敷いて毎日踏みつけてやるよ。そしてこう唱えてやる。金蓮、あんたなんか死んじゃえ、死んじゃえ、死んじゃえ。奥様、どうなさったのです？胸が急に苦しい。奥様、襲撃、早くお医者様を。死んじゃえ、金蓮。死んでしまえ。金蓮は具合が悪いそうだね。ええ、でもきっと今までの悪行がたたったんでしょう。旦那様のための仮病かもしれないわよ。苦しい。どうしてこんなことになってしまったの。せっかく正門家に嫁げたのに。苦しい。あの、奥様にお客様が。こんな時に誰にも会いたくないわ。でも大婆が来たといえば必ずお会いするはずだと
オーバー、どうしたんだい金蓮。オーバー、なるほどね。せっかく正門家に嫁げたのに、私このまま死んでしまうかもしれない。縁起でもない、そんなこと言うんじゃないよ。冗談じゃない。せっかく金を無心に来たのに、このまま金づるの金蓮に死なれたら大損だよ。ちょっと胸をお見せ。やっぱりだ。誰かがお前を殺そうとして呪詛をかけているよ。呪詛？ちょっとお待ち。誰がかけたか占ってやろう。呪詛ですって？この私に？一体どこの誰が？文字が焼け残ったよ。この文字に心当たりはあるかい？あるわ。李慶祖と李教授。どうする金蓮。この私を呪い殺そうだなんて、いい度胸じゃない。オーバー、あいつらに呪詛をかけて倍にして返してやるわ。私ね、旦那様のことこの世で一番好きだから、ずっと私のそばにいて。どうした？急に足が、あ、痛い。靴を脱がせて。変だわ、脱げません。あ、足がちぎれる。許さない。この私に呪詛をかけるなんて許さない。早く靴を脱がせろ。ぎゃー、ちょっとそこの櫛を取っておくれ。はい、奥様。金蓮、旦那様、嬉しい。やっと帰ってきてくださった。すぐにお部屋に、春梅、お茶を用意して。どうぞ旦那様、これは和合のお茶といって特別に作ってもらったんですのよ。まじないをかけておいたよ。これを旦那様に飲ませればいい。私がいなくて寂しかったか？ええ、でも旦那様は必ず私の元に戻ってきてくださると信じていましたから。さて、この大婆からもらった和合のお茶、金蓮の思いの強さか、大婆のまじないの力か、なんと正門はそのまま金蓮と共にいるようになりました。こうして金蓮は李教授たちの呪詛を返し、再び旦那様の心を取り戻したのでありました。旦那様。春梅。春梅、どこにいるの？春梅。おかしいわね。確かこっちの方に来たと思ったのに。静かに。金蓮に知られるとまずい。私を見たことはお前と私だけの秘密だよ。いいね。旦那様。旦那様がいらっしゃろうとしていたのは隣の家。そこにいらっしゃるのはカスキョの未亡人、イヘイジ。旦那様、お待ち申し上げておりました。旦那様があのようなお見苦しい真似をしてまで会いに来てくださり、嬉しゅうございます。今の私には旦那様が来てくださることがどんなに心強いか。いいんだよ、イヘイジ。元から隣同士の上、お前は先月夫のカシケを病気で亡くしたばかり。こんな時だからこそそばにいてやりたいんだ。旦那様、旦那様、今夜はこれをお使いになって。カシケはいつも私にこれを塗り込めていました。そうするとカシケもとても喜んで。どれ。昼は誰よりも貞淑な妻でいながら、夜は男の上で自ら快楽のために腰を動かす。誰がこの女のこんな姿を想像できたろう。
平次は誰よりも淫らな女だ。旦那様、実は貸し家の親戚の者がこのうちの財産を狙っているんです。彼らは夫の死後毎日のようにやってきて財産をよこせと脅すんです。でもあんな金の亡者たちに取られたくありません。ですから旦那様の家にこっそり財産を移しておきたいんです。でないときっと親戚たちは私の身ぐるみを剥いでこの家から追い出すでしょう。お願いです、どうか私を助けてください。わかった、そいつらに勝手な真似はさせない。ありがとうございます。金蓮、ここの2階に一つ空き部屋があったな。ええ、ありますけど、何か？しばらく預かってほしい荷物があるんだが、構わないか？あら、もちろんですわ。この家は旦那様のものですもの。ねえ、旦那様。なんだ？私に何か隠し事してません？いいえ、なぜだ？だってお前は欲張りな女だな。こうして毎日帰ってくるのに何が不満なんだ？ええ、私は欲張りですとも。いつでも旦那様のすべてが欲しい。金蓮、仕方ないやつだ。旦那様は毎晩のように私を抱いてくれる。でもなぜか心の隅にひとかけら晴れないものがある。お待ち、どこから入ってきたの？痛い！何の騒ぎなの？奥様、見てください、どこから迷い込んできたのか。あら、綺麗な猫、おいで。いけません、とても気が荒くて私なんかこんなに引っかかれて。おいで。気に入ったわ、お前を飼うことにしよう。奥様？そうね、名前は白に獅子のたてがみのような黒い模様があるから雪獅子。旦那様もお前のように私のところにだけ来てくれたらいいのに。その頃、セイモンと平次は内緒で平次の財産を金蓮の部屋に運びました。そしてこの家は売ることにしました。売ったお金を親戚の者たちで分けてもらって、それで終わりにしようと思います。他の奥方様たちに私たちのことは。安心しろ、まだ誰にも知られていない。私はしばらく他に移ります。ほとぼりが冷めた頃迎えに来てくださいね。わかった。奥様、お隣の李平次さんが引っ越すので大奥様が別れの宴を開くのでぜひと。李平次、そういえば一度も会ったことなかったわね。金蓮、よく来たね。こちらが李平次さんよ。はじめまして。どうかなさったの？申し訳ありません、私猫が嫌いなんです。あら、雪獅子はいい子よ。ほら、何よ、大げさね。この子は他の猫とは違いますわ。ちょっと抱いてもらえれば。いやー、気にしなくていいのよ。悪いのは向こうだから。そうよ、無理やり抱かせようとした金蓮が悪いのよ。申し訳ありません。私、失礼しますわ。おとなしそうに見えるけど意外に気が強い女だわ。ほっときなさい、姉さんがあんな女に気を使うことないわ。奥様、李平次さんから先ほどのお詫びの品が。見たくもないわ、捨てて。でもとても綺麗なかんざしで。いいから捨てて。奥様、旦那様に口止めされていたんですけど、実は旦那様が李平次さんのところへ通っているのを見てしまったんです。なんですって？いつから？まだ李平次さんがお隣にいらした頃です。おとなしそうな顔して、あの女。ここが新しい家か？はい、一人で住むには広すぎて怖いですわ。以前のようには来れないが必ず迎えに来る。もうしばらく辛抱してくれ。
旦那様、私の心は旦那様のことだけです。どうかこのかんざしを私と思ってお持ちになっていてくださいませ。何の騒ぎだ。旦那様、大変でございます。ただいま急に妹様と妹婿様がこちらに戻ってらっしゃいまして。妹が？お兄様、助けてください。一体どうしたんだ。実は軍にいる父が弾劾され裁判を受けることになったんです。父は手違いで送るべき軍を送らず軍旗を誤りました。そのことが正常の逆鱗に触れ、一家一門親族すべて審議の上裁判にかけると、最悪の場合は全員国境を送りと。なんだと。話は聞きましたわ。大変なことになってしまいましたね。月上、そんな顔しないで。あなたらしくないわ。なるべく早く手を打つことですわ。お上に調べられればあなたの今までの収賄の悪事も明るみになって、正門家は一番に取り潰しよ。金銭を惜しまずに使える手は使って、できるだけ多くの裁判官に御社の働きかけをさせましょう。しっかりなさい。あなたは正門家の主よ。うまく切り抜けるまで外出も一切控えてちょうだいね。月上、あなたはこんな時だけ私のところに来るのね。おや、金蓮じゃないか。正門の旦那は大変そうだね。知ってるの？私の耳に入らぬ噂はないよ。だったら話が早いわ。旦那様は今家から出られないの。その隙に頼みたいことがあるんだけど。はいはい、私はお礼がもらえれば何でもするよ。あの男なんかどうだい。薬屋の小畜産、独り身で浮いた話もないくせに相当な好き者さ。そうね、任せるわ。オーバー、このところ旦那様は全然いらしてくださらない。それどころか頼りの一つも。専門家に使いを出してみようか。でも奥様、表に薬の商いが来ておりますが、いかがいたしましょう。薬？最近よく眠れないし、何かいただこうかしら。お通しして。これはこれは奥様、私は薬の商いをしております小畜産と申します。どこか具合の悪いところはございませんか？どんな薬も揃えております。このところずっと眠れなくて。それはそれはおつろうございましょう。この飲み薬をお試しください。体から悪気を出す妙薬でございます。体が熱い。誰か、誰か助けて。体がうずいて、うずいて、助けて。奥様、昨日の薬屋がご機嫌伺いに。お通しして。ほうほう、随分とおやつれになりましたね。さては、ゆうべ薬のせいでお体に悪気が現れたのではありませんか？悪気？あれは悪気なの？はい、あれはムマと申しまして、奥様の体に宿って生を喰らおうとする悪気でございます。早く取り除かないと命まで取られてしまいますぞ。そんな、どうしたらいいの？助けてください。お願いです。ご心配なさいますな。この畜産めにお任せください。よろしくお願いします。ではお人払いを。少々声が上がりますが、治療ですので。まず乳首にこれを塗らせていただきます。奥様、残念ながらムマを治す飲み薬はございません。唯一の治療は畜産。こうやって男から精をもらうことだけです。こうして畜産の治療は一晩中続きました。そして残念ながら
ムマはまだ奥様の体から完全に出てはおりません。すぐにまた奥様を苦しめましょう。しかしご安心ください。この竹山がいつでも奥様のムマを沈めましょう。それで連日竹山は平次のところに泊まり込みかい？予想はしてたけど、あの女も相当の好き者だったんだね。竹山はもう入り婿同然。早く旦那様に教えて差し上げなさい。なんだと？婿入りした薬屋の小竹山と、そりゃもうむつまじいそうです。羨ましいことですわね。李平次が。旦那様はわがままな方。決して女たちの浮気は許さない。これを李平次に届けて。もう終わりね、李平次。奥様、正門様からお手紙が。あなたに旦那様は渡さない。やはり旦那様は私をお捨てになった。いい君だわ、李平次。旦那様に捨てられて竹山の薬でもうあなたの体は男なしではいられない。これからは竹山に体の渇きを癒してもらいなさい。私から旦那様を取ろうとしたメギツネ、お前なんかにはその男で十分よ。旦那様、失礼いたします。なんだこんな時刻に。門に小竹山という方がいらして、李平次さんのことでどうしても旦那様にお目にかかりたいと。通せ。はい。正門の旦那様、お願いです、助けてください。李平次が服毒自殺を図って死にかけているんです。なんだと。いつものように平次の部屋に行くと、目の前で翡翠の壺に入った薬を飲んで、旦那様の名前を上ごとのように繰り返して、まだ息はあります、お願いです、李平次のところへ行ってやってください。やめて、行かないで。大奥様が外に出ぬようきつくお咎めなさったではありませんか。お願いです、行かないで。旦那様。平次は本当に優しいいい女です。俺に抱かれながらも結局は旦那様のことを思い続け。死んで好きな男の気を引こうとするなんてあざとい女。そんなやつ死ねばいいのよ。平次、平次。旦那様。平次、すまない、一人にして。私は旦那様のものです。旦那様以外の男に抱かれてしか暮らせないのなら、いっそ死んだ方が。お前を離さない。お前は私の妻になるんだ。だから死ぬな。旦那様。旦那様が李平次さんを第六夫人に迎えるそうです。平次姉さんが。まあ、そろそろ旦那様のことも落ち着いてきたし、いい日を選んでお越し入れしていただきます。それまで仲良く行き来するように。平次姉さんなら誰かと違って性格もいいし。そうよね、きっとみんなで楽しくやれるわよ。あの女死ななかった。その上に第六夫人。申し訳ありません、奥様は今夜だけはお会いできないと。そうか。本当に申し訳ありません。本当にこれでよろしいのですか。いいのよ、お前たちも今日は早くお休み。どうしちゃったのかしら、いつもの奥様らしくないわね。え秀菊、私たちもいつか自分だけの旦那様ができたら、あんな顔をするようになるのかな。やがて月日が経ち、町に灯籠棚の行列ができる祭日がやってきました。腰入れの決まった李平次は、正門家の奥方たち全員を自分の家に招き、宴を開くことになりました。ここからは灯籠棚がよく見えるわ。宴にはもってこいだわね。嬉しいわ、さすが平次姉さんね。まあそんな。何よ、みんなでチヤホヤして。
翡翠の壺。これね、平次が飲んだっていう薬は。ちゃんと飲んで死ねばよかったのに。これはヒ素だわ。私がブダイを殺した時に使ったものと同じ。一粒飲めば簡単に死ねるはずなのに。ということはあの女、ほんのわずか口にしただけ。本当に死ぬ気なんてなかったんだわ。つまり旦那様の気を引くための狂言自殺だったってことね。金蓮さん、ようやく第六夫人となることができました。これからはご姉様と呼ばせてください。お断りよ。私、あなたが嫌いなの。平次さん、この人に何言われても気にしない方がいいわ。灯籠棚を見ましょうよ。どうした？綺麗な女たちだな。まるで天女みてえだ。あんまり見るんじゃねえ。魂を抜かれるぞ。あれはみんな正門系の女たちだ。どんなに綺麗でも普通の女じゃない。魔性のもんだ。手を出すんじゃねえ。でないと身を滅ぼすぞ。あんなこと言われてますよ、旦那様。こうして夫を殺し第五夫人となった反金蓮、夫の死後第六夫人となった李平次、金蓮好きの春梅、金平梅の由来となる三人の女がここに揃ったのでした。正門家。正門家の当主正門慶とその第五夫人反金蓮、今宵も変わらず愛欲の限りを尽くしている。あ、ダメ、旦那様、後ろは嫌です。いいじゃないか。一度ぐらい試してみたいんだ。いくら旦那様でもそれだけはダメ。私そういうの嫌いなの、分かってくださいましな。仕方ない、平次に頼むか。平次、あの方そんなことをお許しになるの？ああ、頼めば何でもさせてくれる。だったら平次のところに行けばいいでしょ。悪かったよ金蓮、機嫌を直しておくれ。旦那様、その代わり他のことなら何でも旦那様のお望みのままよ。それにしても平次、ずいぶんな真似をなさってるのね。いいのか平次。構いません、旦那様のためなら。嬉しいよ平次。金蓮はこんなこと許してはくれないからな。旦那様のためなら何でもします。ですから金蓮さんのところばかりでなく、私のところにもいらしてください。正門家の第六夫人李平次、彼女もまた金蓮と同じように旦那様の心をつかむために心を砕いていたのでした。大奥様からのお使いです。お客様がお見えになるのでしばらく相手をしていてほしいそうなんですけど。なぜ私なのよ。他の人はどうしたの？それがどなたも手が離せないそうで、それに平次さんも一緒にいらっしゃるそうです。平次。金蓮姉様、ご無沙汰しております。お元気ですか？変わりないわ。そらぞらしい。どうせ腹の中では私のことなど邪魔だと思ってるくせに。ああ、そうそう、どうでした？後ろの感じは。え？ずいぶん変わった趣味が終わりだと旦那様から聞いたわ。どうでした？いつもより良かった？旦那様はとても喜んでくださいました。金蓮さんに頼んでもダメだったっておっしゃったから、それはもう。何よこの女、私に対する嫌味？こちらです、どうぞ。おや、見覚えのある顔だと思ったら反金蓮じゃないか。まさかこんなところで会うとはね。蝶の奥様、
お久しぶりでございます。まあ、お二人はお知り合いで？知り合いも何も、この女には散々手を焼かされてね。金蓮は貧しい家から金で売られて私のところへ来たんだよ。せっかく私が下女として使ってやったのに、うちの旦那様に色仕掛けで手を出したのさ。その後だって情けをかけて舞台に嫁がせてやったんだけど、その男も病気で死んだそうだね。まったく疫病神みたいな女だよ。まあ知らなかった。金蓮姉さん、なんてお気の毒な生い立ち。おかわいそうに。おかわいそうにですって？おやおや、あなたは優しい人ね。でもこんな女に同情することなんてないよ。いいえ奥様、金蓮姉さんはとても良い方ですわ。なんてそらそらしい。長の奥様、お待たせしました。二人ともありがとう。部屋に戻っていいわ。平次さん、お願いがあるの。今の長奥様の話、他の奥様方には内緒にしてほしいの。私の生い立ちはみんな知らないのよ。あの人たちに余計な詮索をされるのはごめんなの。だから黙ってて。わかりました。私、絶対に喋りませんわ。ありがとう。本当に喋らないでいてくれるかしら。奥様、平次さんのお誕生日に皆さんで銀子を出し合って贈り物をと。ああ、そうだったわね。他の奥様方は持参金があるから銀子に不自由しないんでしょうけど、旦那様からのお小遣いだけだとこんな時困るのよね。あの、平次さんがいらしたんですが。どうして平次が？金蓮姉さん、銀子です。どうぞお使いになって。金蓮さんは貧しい身の上でお気の毒ですわ。私は金銭には不自由してませんから、お気になさらず。これで私にあなたへの贈り物を買えと。ええ、そうすれば金蓮姉さんのメンツも立ちますでしょ。結構よ、あんたの施しなんかいらないわ。遠慮なさらないで。私が金蓮姉さんがおかわいそうですることですから。私に喧嘩を売る気？キャー！私をどこまでバカにする気？金持ちだからって自分を何様だと思ってるの？誰か来て。どうしたの？奥様が平次さんに殴りかかって。どうか止めてください。やめなさい。平次さんを殺す気？一体何があったの？私はただ、金蓮姉さんが本当はとても貧しいお生まれで、金銭にお困りだから銀子をお渡ししただけなんです。それは。まあ、喋るなと頼んだのに。そうだったの。まあお気の毒に。金蓮の性根の悪さは育ちのせいだったのね。ヘイジ、もしかしたらこの女わざと。金蓮、聞いたぞ。随分と派手に平次と喧嘩したそうだな。旦那様も私が貧しい生まれなことをお気になさいますか？いいや、どこに咲いていようが花は花。花をめでるのに他は何も必要ない。旦那様、抱いてください。旦那様、私は旦那様のもの、平次なんかに渡さない。ひどいわ金蓮姉さん。お金にお困りのようだから銀子を差し上げれば喜んでくれて、旦那様に平次のところにも行くようにと、そう言ってくださると思ってたのに、あんなに怒るなんておかしな方。旦那様は今夜も金蓮姉さんのところ。一体どうしたら旦那様は私のもとに。奥様、大変です。朝から想像しいわね。何なの？平次さんが、ご解任に。何ですって？
よくやりましたね、平次。お腹の子は正門家の大事な跡取り。くれぐれも体を大事にね。はい。月上の言う通りだ。丈夫な良い子を産んでおくれ。はい。見て、旦那様の喜びよ。意外にこぼんのかもしれなくてよ。旦那様があんなに喜んで、どうして私より先に平次に子供ができるの？私の方がずっと長く旦那様と一緒にいるのに、どうして平次なの？どうして？春梅、旦那様は？旦那様はまだいらっしゃらないの？先ほど旦那様からお使いが来て、しばらくの間平次さんの方に泊まると。奥様、そんなに子供が大事なの？私の方が旦那様を愛してるわ。なのにどうして、どうして？子供はどっちだと思う、平次？男子ならボタンを、女子なら桃の木を庭に植えよう。せっかちですのね。そんなことはまだ私にも分かりませんわ。初めての子供だ。早く顔が見たい。旦那様、旦那様、どうか抱いてください。お腹の子に触らないか？いいえ、いいえ、むしろお腹の子供も喜びます。ですからどうか。平次、今頃旦那様は平次を抱いている。あの女の勝ち誇った顔が目に浮かぶ。悔しい。平次から旦那様を取り戻したい。それはどうしたら。簡単だわ。お腹の子供が流れてしまえばいいのよ。子供の流れる薬ね、あるよ。それを医者のふりして平次に飲ませて。分かったよ。毒殺はお得意だね、近年。お願いね、オーバー。私にお医者？とても名の通った方よ。良い子を産むためにぜひ一度見てもらったら？でも。近年の言う通りよ。ぜひ見ていただきなさい。はい。うまくやってよ、オーバー。オーバー、どう？うまくいった？うまくいったなんてもんじゃないよ。え？平次は身ごもってなんかいないよ。それどころか私にこう話を持ちかけてきたよ。これは銀子です。どうか私が身ごもっていることにしておいてください。でもそんな嘘すぐにバレてしまうよ。大丈夫ですわ。旦那様は毎晩私を愛してくれます。今は旦那様を騙してますけど、きっとすぐに嘘が本当になりますわ。やってくれるじゃないの、平次。さてどうする、近年。私ね、口止めにこんなに銀子をもらったんだけど。私はその倍額出すわ。嬉しいね、毎度世話になるよ。私に銀子がないのはこの女のせいだわ。でも今はそんなこと構わない。見てなさい、平次。私の時と同じように恥をかかせてやる。旦那様は何をなさっていらっしゃるの？ボタンと桃の苗を植えさせた。平次に良い子が生まれるようにな。まあ、本当にお子様を楽しみになさっているのですね。今月も月のものが来てしまった。こんなに旦那様を愛しているのに、早く子供ができないと。奥様、お着替えを持ってまいりました。分かったわ。自分でするからそこに置いて。キャー、いや、猫、誰か何とかして、助けて。いや、猫を出して。すごい騒ぎね。また近年の猫が入り込んだのね。まあ皆さんお揃いね。あんたの性悪猫が平次さんの部屋で暴れてるわ。あの猫はあんたにしか扱えないんだから、なんとかしなさいよ。あらあら、雪獅子ったら、しょうがない子ね。雪獅子、おいで。平次さん大丈夫？本当にひどい猫よね。
エイジさん、これは、まさかあなた、身ごもっているのは、嘘なの？ごめんなさい、嘘をついていたんです。旦那様がいらしてくれないのが寂しくて、旦那様に来ていただきたくて、ごめんなさい、許してください。旦那様。今の話、本当か、ヘイジ。お許しください。旦那様、お許しください、旦那様。騙すつもりじゃなかったんです。当分お前の顔は見たくない。今日庭に植えた苗を抜いておけ。あなたがそんな人だとは思わなかったわ。残念だったわね。金蓮さん、まさかわざとやったんじゃ。あら、これでお愛子でしょ？違う？私は金蓮姉さんと仲良くしようと思ってきたのに、それなのにこんなひどいことなさるなんて。私、あなたが嫌いです。まあ、ありがとう。私もよ。こうして金蓮と平次の女の戦いはますます激しくなっていったのでした。闇女子コミックを最後までご覧いただきありがとうございます。今回のお話いかがでした？感想をコメント欄に書いてくれると嬉しいな。チャンネル登録、高評価もいただけますととっても励みになりますわね、旦那様。皆様、どうぞよろしくお願いします。